つもご視聴いただきありがとうございます。今回はあっさりだけど深い味わいの中華そば、青森県平川市にあるお店に行ってきました。ぼっちグルメウーマンチャンネル、津軽藩ラーメンラリー26店舗目、25店舗目の麺食い厨房 EVO2 さんは撮影できませんでした。本日のお店は青森県平川市麺どころ中村に行ってきました。ラーメンラリーも順調で残すところあと1店舗。初めてのお店なのでワクワクします。お邪魔します。カウンター席、テーブル席、お座敷席がありました。テーブル席に座ります。毎週火曜日、中華そばの日が気になりました。お品書きです。詳しい麺の説明です。いろいろなこだわりが感じられますね。醤油ラーメン750円を注文。数種類の丸大豆醤油を生醤油のままで使用。麺は全粒粉入りの中細麺だそうです。いただきます。太麺は、チャーシューは 1.5、ネギ、スープの色は濃いめです。味はまろやかであっさりしていました。全粒粉入りの中細麺は縮れ麺でした。パツッとした食感がとてもいいです。細切りのネギに貝割れが乗っています。海苔もついています。スープは数種類の丸大豆醤油を生のままで使用しているとのことで、醤油の深い味わいが感じられます。だしは鶏ガラ、豚骨、煮干しらしいです。とてもあっさりしています。自家製麺の化学調味料不使用のお店とのこと。安心して食べられますね。チャーシューはニンニク味が強い、美味しいです。ラーメンがあっさりめなのでインパクトがあってとてもいいと思いました。メンマは太いけれども柔らかくて味もいいです。トッピングにもこだわりを感じます。今日は高校の合格発表でした。息子は無事志望校に合格しました。なのでものすごく気分がいいです。息子は寿司が食べたいとのことでお寿司を買って食べさせて、その後に来店したので、この時の時刻は14時ぐらいです。とても人気のお店なのでお昼時はすごく混んでいるようです。後から知ったのですが、担々麺がおすすめらしいです。すごく美味しいとのことでした。でもこの醤油ラーメンすごく美味しいし、値段が安いと思います。最近ラーメンが750円と聞くと、え、その値段でいいの？そう思ってしまう自分がいます。ましてやここのラーメンはお醤油から麺などこだわりがあって、具材一つ一つに
こだわりを感じるので、すごくお値段以上の価値があると思いました。スープが美味しいからどんどんスープだけ減ってってしまいます。全粒粉の麺はやっぱり食感がいいですね。私はこの噛み応えのある麺大好きです。まあ私は食いしん坊なのでどんな麺でも好きですが、そして息子の合格でいつもの5倍ぐらい美味しく感じています。こんなに子供の合格発表が緊張するものだとは知りませんでした。息子は自分が思ってたより点数が取れなかったようで、毎日落ちたらどうしようと言っていました。大丈夫だよとは言っていたものの、志望校へ行って合格者の番号が書かれた紙に黒い紙が貼られていて、発表時間になってその黒い紙が剥がされる時までのあの緊張感、自分の時より緊張しました。そして番号があった時の喜びと安心感、初めて味わいました。世の親御さんたちはこんな経験をしていたんですね。合格発表の翌日は娘の卒業式。私より大きくなった娘を見て喜びもひとしおでした。どんどん手が離れていくと同時にお金がかかりますね。先輩ママたちに言われてきたことを今ひしひしと感じております。おいしいスープなので今回もスープ全飲みです。弘前界隈のラーメン屋さん、どこも本当に美味しいですよね。美味しくないラーメンに当たったことがありません。丼を持って飲み干してしまいました。丼の底に残った麺も全部いただきます。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。